私の名はゴア、地球の征服者。マグマ大使。地球征服の野望に燃え、次々と魔の手を繰り出す宇宙の帝王ゴア。その飽くなき野望に人類の怒りは燃え上がった。守れ地球の平和を、人類の手でゴアを撃滅せよ。すると海老名本部長、このレーダーは特殊金属だけに反応すると。そうです。つまりゴアの円盤追跡用に開発されたものです。まあ見ていてください。今日こそゴアの息の根を止めてやりますよ。円盤です。国際緊急出動隊の必死の捜査により、円盤発見だ。ついにそのレーダー網は地球の敵ゴアの円盤をキャッチいたし、今度一発ガーズミサイル食わせろ。ミサイルの隊員が接近してきました。何？汚染中、急げ。
俺たちは人間の手の届かぬ5万キロの上空にいる。なぜだ。どうやって人間どもはこの場所を突き止めたのだ。やっと平和が来たという感じだな。本当に信じていいのかどうか。こんな簡単にゴアがやられるなんて。以上、確かにゴアは死んだんでしょうね。はあ、魔法大臣ガムだ。守る。なんだガム。朝の命令で知らせに来たんだ。何？詳しいことをお父さんから聞いてくれ。今緊急出動隊本部へ行ってるんだ。なんだって？するとゴアは死んではいないというのかね。ゴアは滅多なことでは死にません。不死身です。いや、むしろアース様が心配しておられるのは、あなた方の攻撃に対してゴアがどんな復讐を企むかということです。バカな、信じられん。ゴアは我々のミサイルでコッパみじんになったはずだ。マグマ大使、ゴアが生きているという証拠でもあるんですか。いや、それは。じゃあ単なる想像ですか。ご忠告はありがたいが、マグマ大使、ご安心ください。ゴアは我々が倒した。確かに息の根を止めた。そうですか。本当にそれならばいいのですが。ガム、帰ろう。ねえ、パパ。ゴアは生きてるんじゃないかな。だってマグマ大使がデタラメ言うわけないもん。ねえ、そうでしょパパ。そうか、誰も信じてくれんのか。人間たちが信じたくない気持ちはわかる。しかし、ゴアは無数の生命を持っているのじゃ。無数の命？わしは人間に一つの生命しか与えなかった。したがって人間は一度生命を失えば死ぬ。え？すると、ゴアはその生命をいくつも。それじゃあ、ゴアを倒すことなんかできないんじゃないですか？ああ、できぬ。少なくともミサイル程度ではな。アース様、何か。ゴアがまた何かを企んでおるぞ。え？わかる。聞こえるのじゃ、あいつの笑い声が。人間ども、俺が死んだと思って浮かれてやる。だが不死身のゴア様だ。ヘロヘロみたいなのでやらせておるか。ゴア様、奇妙な電波が出ております。国際緊急出動隊のレーダーらしいのですが。何？レーダー？
そうか、円盤を嗅ぎつけたのはそのレーダーだったのか。ピドラの準備はまだだ。発射準備完了しました。よし、ただ来た。見ておれ人間ども、ミサイルの例はたっぷりさせてもらうぞ。行けピドラ、一点で地図を恐怖のどん底に叩き込むのだ。全隊長より2番機、3番機、4番機へ前方の空洞尾が見えるか。2番機確認。だが正体は分かりません。全隊長、接近してみましょうか。よし。ああ、そうだな。はい。うん。はい。うん。何？はい。うん。そうか。はい。よし、わかった。はいはい。おい、ジェット戦闘機が行方不明になったぞ。しかも3機一度にだ。はい。はい、どうもありがとう。富士山付近を哨戒中の自衛隊機だ。乱気流でも巻き込まれたんじゃないんですかね。いやー、それが最後に一言、黒い帯とだな。黒い帯？うん、そういう無電があったそうだ。何でしょうね、黒い帯とは。わからない。黒い帯か、うん、黒い帯だ。次長、黒い帯です。え、ほら。ほら、本当だ、綺麗だな。変な虫が現れてあちこちを食い荒らしてます。分かってるよ。それで村上君にも出動隊の方へ行ってもらったところだ。え、すぐ先のビルにも虫が取り付いてコンクリートを食べ出したらしいんだ。倒壊の危険にさらされてるよ。本当ですか。君はすぐ生物学研究所へ飛んでくれ。東京へ現れた昆虫が一体どこのどういう種類のものか聞いてくるんだな。はい、分かりました。次長、またビルが倒されました。ゴア様、東京はピドラによって大混乱を起こしています。そうだよ。しかしこんなことはまだ序の口だぞ。ピドラの攻撃目標を変えろ。は、全力を挙げて
国際緊急出動隊本部を攻撃するのだ。はっ。キドラ。ええ、生物科学研究所の話ですと、以前にも隕石の中から発見されて話題になったそうです。え、するとこの昆虫は、ええ、宇宙の虫だそうです。しかもその虫は鉄やコンクリートをあっという間に食べてしまう恐ろしいやつです。変だと思いませんか？そんな虫の大群が東京に現れたり。だからゴアは生きている、そうおっしゃりたいんですね、村上さん。ええ、ゴア以外に誰がこんな真似できますか？やっぱりマグマ大使の言う通り、ゴアは生きているんですよ。本部長、黒い帯が。それだ、ピドラだ。ピドラ。で、ガム。ピドラなんだ。ピドラ？うん、そうなんだよ。やっぱりゴアの巣生きてたらしい。そいつのおかげで東京中が大変なんだよ。そうか、それで緊急出動隊本部がそのピドラにやられてるんだな。え？知らないの？すごいよ、どんどんパチパチ。いかん、いくら撃っても無駄だ。本部長、ピドラがレーザーの方へ。なんとかならんか。レーダーが壊れたら大変だ。パパ。ガム君。守る。ガム君、頼む。はい、守る、行こう。だけど大丈夫かい？君怖いじゃないかい？チェラさん、僕の体は特殊金属でできてるからね。あるんじゃないか、これにピドラの巣が。うん、そこを見つけて一気に叩きつけりゃいいんだよ。あ、消えた。ガム、あの森だよ。よし。あ、村山貯水池だ。うん、おい、
やめたらどうだ。いい加減に地球から手を引け。